下下結びは、本結びの最初の結び目を二つの輪をくぐるようにして、強度を持たせたもの。手術の際の結札に頻用される。両手結び、片手結び、機械結びといった方法で手術中に結札を行う。組織を貫通した状態や血管をまたぐ形で、縫合糸の両端が手前にやってくる。糸を、右が手前、左が奥となるように交差させる。 右手の糸は左手の糸に対して上、奥から下手前へとくぐらせる。もう一度同様にくんぐらせる。一旦両自由端を引き緊張をかける。自由端は左右が反対側に行っている。今度は先ほどと逆に糸を右が奥、左が手前となるように交差させる。右手の糸は左手の糸に対して上、手前から下、奥へとくぐらせる。 自由感を引き、緊張をかける。江戸時代異性と歌われた、花岡聖衆は、自身の紋章に、決札の輪の図柄を採用した。本来、花岡家の家紋は53の霧だったが、聖衆はこの家紋を弟に譲り、組紐の輪を家紋としている。寺島博基本臨床主義第7回、決札、レジデント2009年、2巻、1号 ピアニッシュも130から130、ありがとうございます。